アトモキセチンはノルアドレナリン再取り込み阻害剤の一種である。日本では商品名ストラテラ。日本での適用は注意血管多動性障害である。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における劇薬である。中枢神経系の刺激薬であるメチルフェニデートとは異なり、アトモキセチンは非刺激薬とされ乱用性がない。 世界保健機関の ATC 分類では N06B 精神刺激薬に分類される。アメリカのイーライ・リリーカンパニーにより開発された。ストラテラ、トモキシトン、アテンチンの商品名で販売されている。日本ではストラテラの商品名で日本イーライ・リリーが製造を販売している。18歳未満の注意血管多動性障害に対して承認されていたが、 2012年に成人期の ADHD に対しても承認された。成人 ADHD に対するシステマティックレビューは疑訳に比較して小さな効果で中止率も多く利益と危険性のバランスが悪いため使用の推奨は弱いと結論された。ADHD で使われる他の薬メチルフェニデートとは異なり乱用性がない。重大な副作用として添付文書には 肝機能障害、横断、肝不全、アナフィラキシーが記載されている。アメリカ食品医薬品局の有害事象、報告システムのデータから、殺人や暴力など互い行為の報告を調査し、アトモキセチンは6位の9倍であった。アトモキセチンは、すべての医薬品の中で、2番目に自殺未遂の報告が多かった。肝臓のサイプ 2D6 で代謝される。アトモキセチンは、 臨床要量で、無駄受容体気候作用を有する。アトモキセチンの無駄受容体気候作用のプロフィールは解明されていない。最近の研究では、ADHD の病態生理学に、グルタミン酸機能不全が関与していることを示唆している。ありがとうございます。